士のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきましょう。はい、こちらですね、前回作ったデモンズスケルトンが進化したディアブロスケルトンでございます。はい、デモンズスケルトンをね、強化してくださいっていうねリクエストがものすごく多かったので、はい、もうかねてからのね念願のですね、デモンズスケルトンをディアブロスケルトンへと進化させました。いやー、めちゃめちゃでかくなってるし超強くなってるよね。うん、ガシャドクロの右腕ということでいいパワーアップを果たした。お前もそう思うだろ。うなずいてますね深くうなずいてる。進化する前はねこんな感じだからね、全然大きさ違うよなでね、光りすぎ。他のねアンデッドウォーリアーズのキャラたちがねちょっとね、まあ、光ったりとかね、まあ、目は光ってるけれども装飾が少ないからね、結構ね並べた時になんか寂しく感じちゃうよっていうね声もあったんですけど、まあ、確かにそうだなと思ってね、まあ、強さは変えずにまたねこの3体もねちょっとディテールアップなり装飾してもいいかもしれませんね。さあ今日もですねリクエストのねとても多かったユニットをね作っていこうかと思います。いやー、これもですねめちゃめちゃリクエスト以前からね多かったですね。このメタル無脊椎動物群の新ユニットを今日は作ろうと思っております。センティピードのディテールアップなり強化もねしたいんだけど、今日はねこのロボットベースの四つ足じゃないんだよね、これをですねこれぐらいの大きさにして、ポン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 ポコポンのポンポンポンということでね、今日はねクワガタを作っていきたい。こんな感じで全然クワガタじゃねえじゃんってね、ちょっと適当すぎたわ。この方がまだいいかな全然クワガタじゃねえ、足足んねえし。以前ね無脊椎動物群にはね入れなかったんだけど、はい、こんな感じですね、ちっちゃい虫作ったんですよね。いや、この2体相当ちっちゃいんだけど、ダイナマイトアントとジェットビーって言います。四つ組の足ってさ、はい、四つ組っていうぐらいだから足が4つしかないのをちょっとね2本ね足を足して、まあ、昆虫を作ろうということでね、はい、敵に向かってワイヤーを発射して、はい、自爆する昆虫ダイナマイトアント、すごい速さで敵に近づき、気づけば相手は倒されているというね、はい、ジェットビーですね。あれ、あんまり攻撃しねえないや、針出したりね、こうやって電撃をねやったりとかね、はい、暗殺ユニットなんですわ。いや、怖いよね。まあ、こんな感じでですね、ここにね大きい足をですね作って、でっかいハサミを構えて、で羽を広げてね、すごい速さで飛ぶクワガタを作りたい。というわけでもう早速作っていこうぜ。いや、実はねもうクワガタユニットいるんだよね。はい、こんな感じでね、四つ組の足を使わなくても、はい、このようにですねクワガタがすでにいるから、うん、これをですねメタル化してもいいんだけど、なんかねちょっとねイメージと違うんだよな、このクワガタ。お箸がね前についてるようなねなんか見た目だなと思ってね。いや、どうせならちょっと自分で一から作ってみようというね、まあ一からチャレンジしてみようということですわ。いやー、四つ組をですね六つ組にねしたいんでね、はい、こんな感じでですねちょっとね隣の足を見ながら、はい、新しく足をね今作っております。結構細かいでしょ、頑張ってるんですわ。動かしてたらね全然わかんないんだけど、はい、裏の方もねちょっと作り込んでます。はい、というわけで6つの足どうでしょうか。パッと見ねあんまり違和感ないんじゃないかなと思います。ただね、この四つ組のね黄緑、このねロボットの部品にもね黄緑があってね、あーいいじゃんと思ったんだけど、微妙にね色違うんだよね。これどっちかにしてほしかったな。いや、こっちのね四つ組のね黄緑の方がナチュラルだからさ、このロボット部品もこの色で統一してほしかったな。ということでこのね明るい黄緑のねロボット部品をですね本来の足にもつけてね、まあこれでちょっと統一感出るかなということでねつけてるんですわ。まあ今んとこ全然何虫かわかんないよね、クワガタ感ゼロ。真ん中の足動かなくてもいけるかな、ちょっと見ていきましょう。まあちょっと変だけど、まあいけないこともないね。うん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、結構いい感じにできてるんじゃないでしょうか。何虫かわかんねえけどな、でのしのし歩いてるだけっていうねそれでもゴリラを地味に倒している、吹き飛ばしているいいぞいいぞ、これ見てるだけでも結構楽しいぞ。6つ組、いやー何虫なんだろうねこれね、新種発見ですね。はい、なんとかバーサーカーゴリラを倒しました。武器ついてねえけど、
やハサミをねどうしようかと思ってるんですよ。こんな感じで目玉つけて、でねこうやってブロックを配置して、いやこうやってねブロックでハサミ作ってもいいんだけど、これだとねちょっとねハサミ感ないよね、動いてないからさ。やっぱりクワガタってハサミで攻撃したいじゃん。これじゃあなあということでね、まあシルエットは結構好きなんだけど、どうにかこれをね挟めるようにしたいというわけで、シルエットは好きなんだけどこれは却下。いやー何がいいかなってね探してたんですけど、まあこれにしました。触手ですね。これをですね結構大きめに2倍ぐらいかなつけちゃおうぜ。でこんな感じでね斜めに配置したブロックにこうやってつけたらね、まあなんかハサミっぽく見えるよね。今んとこちょっと細いからさ、あんまりハサミには見えないけど、まあこれならですね、まあこうやってね挟んでくれるんじゃないでしょうかということでね、なんか一本一本が独立してるから挟んでるっていうよりにはなんかね刺してるみたいなね、手みたいな感じに見えちゃってるけど、何も動かないよりマシでしょう。でですね胴体を、はい、拡張してちょっとジェットをつけてみようかな。はい、ジェットでね敵に向かってねもう突っ込んでいって挟んでもう敵を倒すというね戦術のクワガタくんをこれからですねもうどんどん作っていきたい。なかなか面白いユニットができるんじゃないですか。おお挟んで捨てた。まあハサミをですねちょっと太くすればねかっこよくなるんじゃないかなと思うんですよね。ほらこんな感じでいいじゃんいいじゃん、ハサミっぽく見えるよねどうだろう、まあまあいいんじゃないですか。これでですねもっとかっこよくしようぜ、よりメカクワガタらしく。お、落とすのか落とすのか、おー落とした、すげえ。なんかカブトムシとクワガタの相撲を見てるみたいだった。カブトムシも作りたいねこいつ作り終わったら。いやちょっと今はダサいけれども、これをねもっとかっこよく、そして強くねもう進化させようぜ。もうめっちゃかっこよくできたやんと思ったら、チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。進化させますよ、せーのボーン、ということで完成しました。スタッグビートル。スタッグビートルとは英語でクワガタの意味ですね。そのまんま。いやメタルスタッグビートルとかちょっと長いじゃん。だからもうスタッグビートルでいいです。はい、ちょっと前に作ったセイバーマンティス、ビームが出る鎌で敵をですね切り裂くんですわ。足にもねセイバーがついてますけど、スタッグビートルもハサミの内側がですねもうビームとね、はい、ニードルが並んでてね、もうこの中に入ったらもうひとたまりもないみたいな感じしました。で敵を引きつけるワイヤーガンがですね内側についております。でクワガタってさ、なんかここの横からさビローンって出てる、なんだろうねこれ、触手みたいなやつあるじゃん。はい、それをですねこの機銃で再現しております。この機銃が展開した時にねうねうねするから、ちょっとねその触覚っぽいやつみたいに見えるかなと思ってね。さあそしてですね、それなりに大きいんでこの下にね人間がね入り込んじゃうと思うんですよ。入り込んだ敵に対して、はい、爆撃するミサイルがついてます。下に向かって発射されるからね、地面に当たってすぐ爆発しちゃうと思うんで、まあ潜り込んできた敵専用ですかね。あとはですねこう羽を開いて高出力のジェットエンジンで敵に向かっていくというね、そんな感じのユニットにしました。ちょっとねハサミが大きすぎたりとか、体がねもうちょっと長かったらよかったかなってね、なんかちょっとバランスがね悪く見えるんだけど、まあこのずんぐりむっくり加減がねまたメカっぽくていいかなと思ってね、そんな感じで何気に気に入っております。いやー今日もですねリクエストが多かったクワガタ作れてね本当にね良かったわ。はい、今日もですね大胆なビリを大胆に配置しようぜ。さあスタックビートルの性能を見ていく。おー、ワイヤーガンで敵を引き寄せる、すごいぞすごい、敵に向かってミサイルを発射している、いいじゃん。やっぱこのね、はい、下に向かってのミサイルがいい働きをしてましたね。おお、かっこいいじゃんかっこいいじゃん、ガシガシ動く。いやーこれはね恐ろしいですよ。はい、下に向かってねミサイルを撒き散らしてますね。あーすごい勢いでビリーをあっという間に殲滅してますわ気の毒だな、もうなんかそれでも向かってくるからなこいつらビリーは。いやーすげえド派手。さあ大量のティラノサウルスを派手に倒してやるぜ。もう派手派手だ、ということで、はい音柱もびっくりの攻撃力ですわ。いやいやいや、皆さん鬼滅の刃始まりましたね、第1話見たんですけれどもやっぱり面白い。はい、
話がずれてしまいましたが、すごいぞ、ティラノサウルスを相手にもうどんどんと敵を挟み込んでいく。いやー、全然 HP は減っていないよね。もはやノーマルユニットじゃ太刀打ちできないでしょう。改造ユニットをですね戦わせる。いやー、マンティスとこれどっちが強いんだろう、見ていきましょう。さあ、おー、挟み込んでいく。おー、マンティスをですね結構余裕に倒した。マジか、どうなんだろう。マンティスのねカマがね当たりまくればね結構ねクワガタも痛いと思うんだけど、おー、いい勝負いい勝負、今度はいい勝負、今度はいい勝負。おーっと、今度はどっちが勝つんだ、今度は、今度は、おー、マンティスが勝った。おー、いかにですね自分のビームサービルがね当たるかっていう話ですね。さあ、空飛べるからさ、ちょっと空を飛ぶドラゴン、ボルケノドラゴンと戦わせてみましょう。はい、どうだどうだ、ボルケノドラゴンを掴んだ。あー、やられたあー、そうか、いやー、イケメンだなボルケノドラゴン。このやられたらね粉々になるのもまたいい感じだわ。いやー、そしたらプラントドラゴンも戦ってもねちょっと負けちゃうかな、どうだろうか。はい、見ていきましょう。おーおおおお、タッチの差でプラントドラゴンに勝った。おー、なかなかやるね。源流とかどうかな、見ていきましょう。さあ、源流もねなかなか強いんだけど、あー負けそうだ、あー負けた。うん、挟み込めれば結構強いみたいな感じかな。最近ね戦車が出てきてないよ、出しておくれというね声もありましたので、ちょっと戦車アンキロ戦車ね。いやー、改造だけじゃなくてね、あいつとあいつのバトルが見たいみたいなねリクエストもね受け付けてますんで。あー、3台はさすがにきつかったか。じゃあジェット機とヘリコプター、はい、倒せるかどうか見ていきましょう。うわー、一瞬でヘリコプター倒したぞ。さあ、ジェット機の下に潜り込んでいる。ジェット機も破壊。うわー、いいね、ブロックが乗っちゃってるよ。いや、かっこいいな。さあ、ビッグ BB8 と戦わせてみよう。よし、挟め挟め、スタックビートル挟め。おー、挟んでる挟んでる挟んでる。おー、削ってる削ってる。おー、爆発。いやー、なかなか面白いバトルだった。さあ、ちょっと長めのバトルが見たいですね。 HP がめちゃくちゃある暗黒騎士と戦わせてバトルの様子を見てみたい。さあ、行け暗黒騎士。さあ、暗黒騎士を、はい、真下にね引きずり込んでですねミサイルで攻撃していく。うわー、すごいな、もう圧倒的だね、もう手数が多いわこのクワガタ。いいぞいいぞいいぞ。 HP ゲージ見ていきましょう。あー、同じくらいかな HP の減り方としては。うん、まあ HP の総量で言ったらね暗黒騎士の方が全然高いんだけれども、いやー、減り方の割合的に見たらね、あ、ちょっと暗黒騎士押されてるね。さあ、このハサミがですねなんかちょっと手に見えるね両方動いたらねハサミに見えるんだけど、片方ずつ動くとねもう手にしか見えないんだよな。おー、いいぞいいぞ、ド派手なバトルが続いている。いや、ワイヤーガンでさちょっと落とすとかそういう戦法取れないのかな、このクワガタちゃんは。おー、銃も使って、はい、また下にですねもう敵をですね送り込んでどんどんと倒していく。いやー、ムツ足っていいね、ムツ足ってかっこいいわ。やっぱガシャガシャ動いてる感じがいい感じ。さあ、この羽もですねこうやって光ってるからね、うん、なんか超高速でね飛べるみたいな感じいいですね。さあ、もうちょっとで暗黒騎士がやられるぞ。さあ、爆撃されて粉々な。うわー、いいじゃん、暗黒騎士にも勝てるか。いやー、止まっててもなかなかかっこいいね。まあ、プレシオには多分勝てないと思うんだよな。いや、強いからな、マジでプレシオ。おー、え、勝った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 、うっそー。いや、プレシオをね、掴みさえすればハサミで挟めればっていう感じですね。おー、今度はプレシオが勝ったぞ。いいじゃん、プレシオにも勝ちうる存在。でも影うつぼは厳しいんじゃないかな。というわけで見ていきましょう。やっぱりそうだよね、タコさんとの戦いが見たい。さあ、どうだ、タコさん射撃する。さあ、ジェットで近づくビートル。おー、タコを破壊、足が散っている、美味しそう。まあ、ワニの尻尾だけどな。よし、アンデッドウォリアーズの副将、前回作ったディアブロスケルトンと戦わせてみる。いや、なんか作ったばっかりだから両方とも頑張ってほしいな。お、さすがディアブロスケルトン、さすがナンバー2の意地を見せつけた。いや、かっこいいな。ボーンドラゴンはどうだろう、いい勝負するのかな。はい、見ていきましょう。まあ、プレシオに勝つぐらいだからな。あー、でもやっぱ近づかれたらボーンドラゴンのが強いか。まあ、そしたらガシャドクロもまあ無理だよな。
はいはい、いやもう瞬殺やん。やっぱかっこいいなこいつ。いやーそろそろちょっとね、無脊椎動物群の軍団バトルが見たい。いや黒と黄緑でね結構ね統一してるんで、まとまりがあるねやっぱ。さあ3対3バトル、初代ミノタウロスキング VS 無脊椎動物群、統一感のある3体。さあ見ていきましょう。初代ミノタウロスキングはですね遠距離攻撃に弱いんだけど、それがどうなるか。おーっと、あー落ちた、セイバーマンティス落ちた。いや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 、ゴールデンバリスタはですね、はいまだ生きてるね。おーっと、お落とすのか、落とすのか、落としたー。まさかの初代を撃破。ガシャドクロも倒しうるのにな。いやスコーピオンもすごい速さでゴールデンバリスタ倒してたな。無傷なんだけど。初代ミノタウロスキングたちのね歩兵も作りたいね。さあモンスターハンター軍団と戦わせてみましょう。ラーちゃん羽が当たりまくってんな。はいモノブロスにフルフルアッシュ。はいハンターたちも来てますね。さあ戦わせてみましょう。メタル脊椎動物群 VS モンスターハンター軍団。どちらが勝つのか。はい早くもモノブロスがやられてしまった。さあフルフルアッシュ電撃を、はい、吐きながらですね応戦する。さあハンターはまだ生きてるぞ。さあワイヤーガンで敵を拘束しようとしているが、おーっと凄腕ハンターが、あーいるねいるねいるね。いるな。うわー HP 高いんだよなこいつ。すごいでも獲物の取り合いだな、カマキリとクワガタの。俺んだ俺んだっつって。あークワガタが落ちそうだ。おー倒した。いやいやわちゃわちゃしてたな。さあ久々の登場、永遠のナンバースリーこと最終兵器と戦わせてみる。いやあんまりね出てこないから出してくださいっていう声がね多いんですよ。ああ吹っ飛ばされている。さあストーリー、クソ3体なら倒せるかなとか思ったんだけど、いやいややられてるやられてるやられてる。ああマンティス、マンティスはお前は残ってる。よし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 、落としたぞ。落としたというか落ちていったっていうのが正解かな。マンティスよく生き残っててくれた。どうせなら秘密兵器とも戦わせてみようか。さあ行け秘密兵器、どちらが勝つのか。おお回転しながらどんどん倒していく。いやこいつはね HP 無限に近いからね落とさなきゃいけないんだよ。あー負けちったわ。よしこれが最後のバトルだ。スカルスパイダー、ボーンドラゴン、ディアブロスケルトンと戦わせてみましょう。いやこれはさすがに分が悪いか。はいどうだろうか。さあクワガタとカマキリがすごい勢いでいったけどやられてしまった。いやいやいやどうなるかこの戦い。 HP ゲージを表示させる。おおスコーピオンいい感じに遠距離からですね、あー落ちるんかーい。最後でいいのかこれが。いやなんか最後にしてはちょっとしょぼかったんで、イエロースーツ軍団と戦わせて終わりにするか。いやこれ超ド派手だと思うんだよね。さあスローモーションで見ていく、次々とイエロースーツ軍団を蹂躙していくのを見てね、いや気持ちいいってなってね動画を終わりましょうか。いやいやいやすごい勢いで倒していくぞ。さあスコーピオンもじりじりとね、はい撃ちながらイエロースーツに向かっていく。マンティスもどんどん切り裂いてるぞ。今回作ったクワガタくん非常にですね活躍していますね。さあどうだ、勝ったー。パーツが飛び散りまくっている。はいというわけでですね今日はスタックビートル、はいクワガタくんをですね作ってみました。いやリクエストにねお答えできてね今日もね良かったなと思っております。これからもですねいろんなユニット作っていきますので皆さんお楽しみに。ということで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。